フランチシェク・エム・オッソリンスキ伯爵。フランチシェク・マクスイミリアン・オッソリンスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、伯爵。資料館、騎手のマクスイミリアン・オッソリンスキの息子に生まれた。1706年に、カタジナ・ミョンチンスカと結婚して3人の子供を設け、1732年に、大法官スタニスワフヤ・ヤニヤブーノフスキの娘カタジナと再婚した。 1703年から1710年までドロヒチンの、旗手を、1713年より、王官僚財務副長官を、1729年より1736年まで、王官僚財務長官をそれぞれ務めた。サンドミエシュ、ヌルスク、オストルフ、ドロヒチン、フミエルニク及びニエポーミツエの代官であった。オッソリンスキの政治的、軍事的キャリアは17世紀末に、 スタニスワフ・アントニシュカの庇護を受けたことで始まった。彼はアウグスト2世の個人秘書となり、国王の側近の一人として王権強化政策の熱心な支持者になった。財務長官としてオッソリンスキは関税を導入することで国交を豊かにすることができた。1718年以後、オッソリンスキはたびたび政務の大議員となった。1722年、 自らが議長を務めていた通常国会が自由拒否権によって閉会に追い込まれた際、オッソリンスキはこのような無政府状態が共和国の没落と終焉を招きかねないことを警告した。1733年、オッソリンスキはスタニスワフ・レシチンスキの国王選出を支持し、ポーランド継承戦争ではレシチンスキ派の司令官として戦った。 しかし包囲されていたグダニスクが陥落すると、オッソリンスキは、ロシア軍に捕獲された。彼は解放後も、アウグスト3世に忠誠を誓うことを拒み、ロレーヌ公国を与えられたレシチンスキを主人とする、ルネビルの宮廷に施行した。一方、息子のユゼフ・カンティオッソリンスキはレシチンスキ派から、ザクセン派に寝返り、ポーランドでの政治的な名脈を保った。ありがとうございます。